もしかして僕、美咲ちゃんに変身できるようになった？女の子にも変身できるのかな。やってみるか。美咲ちゃんももういないよな。よし。変身できた？ねえねえ、っていうことはさ、カンナちゃんに変身できるだけじゃなくって、私にも変身できるってことだよね。そうだね、多分。ちょっと変身してみてよ。わかったよ。じゃあした。私そっくりじゃない。何てんだっけ？え、あれだよ、ドッペルゲンガー。あ、しまった。どうしたの、そんなに。やっちゃった。あ、どうしよう。なんかすごい音した。何？どうしたの？あ、なんでもないんだよ。大丈夫？大丈夫大丈夫。なんか怪しくない？隠してない？いや、何にもないって、本当に。大丈夫？あ、うん、大丈夫。これ使って。 ありがとう。どうしたの？いや、何でもない。ありがとう。うん。よし。どうすんだっけ。よし。よし、行くぞ。僕変身しちゃったよ。かなでちゃん、あのね、おばあちゃんの容体がちょっと急変して。え、なんかあったんですか？大丈夫、落ち着いて。ちょっとあっちに行きましょう。かなでちゃん、かなでちゃん、かなでちゃん、おい、かなでちゃん、どこにいるんだ。大人をからかうんじゃないよ。それにね、君はまあ見たところどこも悪くないよ。まったく仕事の邪魔なんだから、君はもう早く学校に戻りなさい。いいね。はい、次の方どうぞ。それなら。最近の子はませてるというか、なんというか。うわあ、びっくりした。あれ、いつの間に。先生、
私も見てもらいたいところがあるんですけど。ほう。なんだか最近、おっぱいのしこり。次の方、どうぞ。はい。お願いします。はい、こんにちは。あれ？あれ、あなた、今さっき診察したじゃないですか。え？あ、私、今来ましたけど。え？どういうことですか？いや、こちらが来たんですけど、あと、風邪気味？はい。うん？ちょっと何ですか？どこ見てるんですか？あなた先ほど なんでしょうね、おっぱいの何かあるとかなんとか。別に私なんでもないんですけど。別にどうされたんですか？そんなことないって。もうこっちじゃないですよ。おかしいな、違いますよ、それ私じゃないですね。おかしい。でもかなめちゃん、先生に見てもらった？はい、今ありがとうございましたばっかりです。あなたの作る看護師は先生と、あなたに見てるでしょ。揉めてるみたいなんですけど、ミミルさん、なんか違う人と勘違いしたんじゃない？先生どうかされました？君、今この患者さんを先ほど見た患者さんじゃないのか？え、私はご案内してませんけど。え、どういうこと？私看護師さんに案内されましたよ。え、どういうことですか？どうや促進しますか？いいですよ。私風邪の症状で来たのに。そうか、さっきから。この先生。風邪なんだよね。なんか変なことばっかり言うんです。先生は。いや、ちょっと。そこにいるから話してごらん。ほら、怖いです。大丈夫、いいからいいから行けって。あら、かなめちゃん、どうしたの？マジひどいです。私初めてだったのに。絶対許さないから。何かあったの？どうしたの？お洋服乱れてるじゃない。言ってるんですか？あなたがやったんじゃないですか？